にちは、全力物欲は止まりませんの翔吾です。今回はオールデンで展開されているウェルトについて解説したいと思います。正直僕は、靴の作りの話っていうのは難しく感じてしまってて、ずっと敬遠をしてました。でただ実はすごくシンプルな話で、一度覚えてしまえばずっと使える知識です。そこでこの動画ではオールデン初心者の方でも簡単に理解していただけるようにウェルトの解説をしていきたいと思います。今回、登場するのはこの3足です。こちらがシガーコード版のロングウィングチップです。僕が大好きなモデルです。サンフランシスコ別注ではないですが、サンフランシスコのインソールがついてます。真ん中がラベロコード版のショートウィングチップです。これはオールデンニューヨーク別注品です。ダークブラウンカーフの NST です。これはオールデンオブカーメル別注で AF37 と呼ばれている靴です。この3足、実はどれもウェルトが違うんですが、これからこのウェルトについて解説していきたいと思います。オールデンで展開されているウェルトは全部で3種類あります。1つ目はリバースウェルト、2つ目がフラットウェルト、3つ目がストームウェルトになります。まず、このリバースウェルトについて解説していきます。このリバースウェルトは、厚みのあるウェルトを裂いて、その上の部分、裂いた上の部分をアッパーの側面に沿わせたウェルトです。言葉だとちょっと難しいと思うんですが、このステッチがある部分を裂いて上にアッパーに沿わせてます。でアッパーに沿わせてる部分にもステッチはあるんですが、これは実はアッパーに縫い付けてはいないそうで、ただの飾りみたいです。ウェルトを裂いた部分の断面っていうのが結構荒く、そのまま切りっぱなしになっているような状態です。でこのウェルトはカジュアルな印象になるので、このシガーロングもそうですけど、バリラストによく使われるウェルトです。でオールデンでは一番よく見かけるウェルトなんじゃないかなと思います。で具体的なモデルで言うと、バーガンディーコード版プレントゥーの990とか、バーガンディーコード版のロングウィングチップ975、こういうモデルで使われています。2つ目はこのフラットウェルトです。でこれはその名の通りフラット、つまり平らな形をしています。リバースウェルトと違ってアッパーに沿わせた部分が全くなくて、平らになっていると。装飾がないので、その分フォーマルな印象になります。なのでドレスラストとされるアバディンラストなんかによく使われています。モデルでいうと、バーガンディーコード版 NST2210 とか、バーガンディーコード版ストレートチップ2160、あとはバーガンディーコード版の V チップ54321といったモデルに使われています。最後はストームウェルトです。でこのストームウェルトっていうのはウェルトに山状の盛り上がりを作ってアッパーに沿わせたという形です。リバースウェルトほどカジュアルではないけれども、フラットウェルトほどドレッシーでもないというその中間のポジションっていう感じです。でモデル自体は、特に代表モデルっていうのはないんですけど、あんまりオールデンの中では使われることがそれほど多くないウェルトかなと思います。でこのようにアッパーに沿わせるという意味では最初にご紹介したリバースウェルトと同じなんですが、この沿わせた部分のこの形が、上の部分の形が違うのが特徴です。で先ほどのリバースウェルトはこのアッパーに沿わせた方の断面が切りっぱなし、この部分ですね、切りっぱなしになってるんですけれども、ストームウェルトは切りっぱなしではなくて綺麗に成形されているような状態です。形が整っている状態ですね。であともう一つの違いは、このリバースウェルトの場合は上に沿わせた部分にもステッチが入ってるんですが、ストームウェルトの場合は下の方のステッチはもちろんあるんですけど、このアッパーに沿わせた部分にステッチがないという、ストームウェルトの方が明らかに形が整っていて綺麗です。で反対にリバースウェルトは切りっぱなしの分やや無骨な感じになってカジュアル感が増して、これはこれで非常にかっこいいウェルトです。
で次にベルトの使い分け、どういう時にどういうベルトを使うかっていう話なんですけど、まずリバースベルトが一番カジュアルで、フラットベルトが一番ドレッシー、そしてそのストームベルトがその中間という形になります。でベルトっていうのは、靴全体でいうと面積も少ないですし、どちらかっていうと目立たない部分だと思うんですよね。ただこのベルトが変わると結構全体の印象も変わってきます。なのでショップが別注品を作るときも、その靴をどういうコンセプトで作るかっていうことによってこのベルトを変えてきたりします。だから全くアッパーが同じであってもベルトを変えることでドレス寄りになったりカジュアルになったり、その中間だったりとか、結構そのベルトの果たす役割っていうのは大きいんじゃないかなと思います。で例えばバリーラストを使って全体的にカジュアルに行きたいっていう場合であれば、リバースベルトを選択することになると思います。でドレスラストの例えばプラザラスト、まさにこれなんですけど、プラザラストを使ってドレッシーに行きたいということであれば、フラットベルトになりがちなんですが、それだとちょっとドレスすぎるなという時に、このまさにこの靴のように中間のストームベルトを使うことでドレスすぎずカジュアルすぎずっていうところを目指したりもします。ただ何でも組み合わせればいいっていうわけじゃなくて、ちぐはぐなデザインになってはいけないというのはもちろんそうですし、あとはオールデンとしても、このラストにこのベルトはできないとか、このアッパーにこのベルトはできないとか、おそらくそういう、できない組み合わせ、理屈上はできてもその方針としてできないみたいな組み合わせもおそらくあるんじゃないかなと思います。今回はオールデンの3つのベルトについてご紹介しました。全部で3つしかなくて、見た目もすごく分かりやすいので覚えてしまえば非常に簡単かなと思います。まずはですね、今日の動画これをご覧いただいたら、ご自身の持ってる靴で、見ていただいて、これは何のベルトだなというのを確認していただくと、面白いかなと思います。であとはショップのホームページを見て、ここに書いてあるのはこういう意味かというふうに分かって見ていただくのも面白いかなと思います。それでは、ご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。ブログの方もぜひまた見てください。ありがとうございました。